はい、皆さんこんにちは。今回はですね、カプセルコレクションスズメバチ全4種類をね、開封して紹介していきたいと思います。もうね、ちょっと見えてるんですけど、めちゃめちゃリアルでちょっと怖いスズメバチが入ってます。どれから開けていこうかな。それではね、まず最初はこちらの巣と幼虫が入ってるカプセルを開けていきたいと思います。少し見えてますよね、幼虫が。スズメバチに刺されたことはないんだけど、怖いですよね、スズメバチ。そして今回のね、スズメバチガチャのラインナップがこちらの4種類入ってます。1がね、女王バチ、2が働きバチ、3がサナギ、4が幼虫ですね。これがスズメバチの巣なんですけど、スズメバチの巣はね、そんなね、すごくリアルっていう感じではないですね。ただ幼虫はめちゃめちゃリアル、ちょっと怖いな。弁当箱の中に入ってたら叫ぶね。これは巣の中に入れてみましょう。こんな感じになりました。怖いね。ただね、まだ幼虫はいい方ですよ。次はね、こちらのカプセル開けていきましょう。これはね、サナギが入ってると思います。では開けてみましょう。サナギの方がね、さらに怖い。目がついてるから。出てきました、サナギ。蜂の巣をね、見たことある人はわかると思うんですけど、幼虫やサナギがね、蜂の巣の中でね、うようよしてますよね。じゃあね、巣の中に入れてみましょう。はい、こんな感じで入りました。ちょっと目が可愛いね。次はね、こちらのカプセルのちょっと小さい働き蜂開けてみたいと思います。スズメバチでも働きバチっているんだね。知らなかった。全部スズメバチは一緒だと思ってたから。超リアル。うーわー、なんとも言えないぐらいリアルだね。すごいね、羽がちゃんと動く。そしてわー、すごい、開いたり閉じたりすることができるのもすごい。じゃあね、巣の中に入れてみましょう。入るのかな、これ。あ、入った入った。うわ、めちゃくちゃ怖い。ほんとね、スズメバチだけはね、気をつけないと、刺されると大変なことになります。もう山とかに行くときはね、できるだけ黒い服とかはね、あまり着ないようにして行ってください。蜂はね、黒いものを見るとね、攻撃してくるらしいのでね、できればね、服装はね、黒以外をおすすめします。それではね、最後女王蜂開けてみましょう。これってね、本物と同じサイズなのかな。はい、出てきました。めちゃめちゃ恐ろしい。羽を広げてみましょう。蜂とかはね、怒るとブーンってね、音を出してね、威嚇してきますからね。そういう時はね、急いで逃げてください。もう威嚇されてると必ず襲ってきます。よくね、ここまでリアルに作れるよね。働き蜂と並べてみましょう。めっちゃサイズが違うっていう感じはありません。ただ女王蜂って巣の中に入れるのかな、大きいから。入るんでしょうか。結構 きついね。あ、入った入った入った。女王蜂もちゃんと入ります。ただ窮屈そう。ということで、今回は1回ね、300円のスズメバチガチャを全種類紹介してみました。スズメバチのガチャガチャ結構人気ありますんで、ぜひ見かけたら挑戦してみてください。それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。